島松駅は、北海道へには一島松中町一丁目市にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道千歳線の駅。かつては急行、千歳が停車していた。JR 北海道の駅番号は、H08。電報略号はママ。1976年の島松駅と、周囲約1キロメートル範囲。上の右が、本線札幌方面。 左へ180度カーブを描いているのは自衛隊、専用線。単式と島式の複合ホームに面参線と、副本線、駅裏の輸送所前に3本の留置線と石油の受け渡し線、駅舎横の貨物ホームへ引き込み線とそこから、スイッチバック上に、南の倉庫群の間に側線が2本伸びる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当初、北海道鉄道にこの駅を設置する予定はなかったが、付近住民が土地と金銭を寄付した上で単願し、駅が設置された。アイヌ語のシュマオマより、アイヌ語地名である、一面二線の島式ホームと二面二線の単式ホームを有する地上駅、二つの単式ホームが、 島式ホームを挟む配線となっている。港内東側、駅舎に隣接する1番線が上り本線、3番線が下り本線となっており、優先的に列車が発着する。直営駅であり、緑の窓口、離せる、券売機、自動改札機が設置されている。東駅には西口がなく、東西移動の円滑化。 周辺整備の促進及び駅舎バリアフリー化のため、自由通路を備えた新駅舎への移行、複合施設の整備が計画された。2015年度に実施設計を行い、2017年度着工、2020年度供用開始を目指していたが、エ庭市の財政負担が大きくなり、折り合いがつかず、白紙撤回された。以後はバリアフリー化の部分だけを切り離し、 早期実現を目指すことになった。エレベーター新設などのバリアフリー化について、2019年度に事業計画を作成し、2022年度の完成を予定している。2021年1月、バリアフリー化計画が変更され、新設するエレベーターの台数が3期から2期となった。また、エレベーター新設後に4番線は撤去される方向となった。 同年6月18日をもって4番線は廃止になっている。現在、JR 貨物の駅は、シャーツ海貨物の臨時取扱駅となっている。貨物列車の発着はなく、貨物設備や専用線も当駅には接続していない。1997年3月頃までは、駅の西側にあった日本石油札幌輸送所の200設備へ続く専用線があり、 石油の入荷が行われていた。そのため、本間西駅と当駅の間に、石油輸送貨物列車が運行されていた。また1970年代までは、陸上自衛隊、島松駐屯地へ続く専用線も存在していた。この路線は、駅の北西に向かって分岐後、大きなカーブを描き南へ進路を変中屯所へ向かう、逆 U 字型の線形となっていた。 その配線跡が道路となり残っている。江庭市統計所によると、近年の年度別乗車人員の推移は以下の通りである。なお、2001年度から2006年度の乗車人員の単位は100人、2007年度以降の乗車人員の単位は1000人である。昔ながらの街並みがある。ありがとうございます。